モンマス棒の例モンマス棒は、ウール製の帽子。15世紀から18世紀にかけて流行し、ウェールズ南東の町モンマスゆかりの製品である。この丸型の網帽子は、軍人や水婦に使われ、各国へ輸出された。ヘレフォードシャーとモンマスシャーの境にある、スランギアには、モンマスキャップという地名がある。これは、かつてあった。 コーチングインの中から来たものである。14世紀初め、モンマスの北隣にあるアーチェンフィールドはそのライランド羊から取れる高品質なウールで有名になった。このウールは上質なフェルトの材料として理想的であり、セバーン川川口から2 9トル内陸のワイカワニメンス、モンマスに近いという立地は、この地域の製品がより広い市場へ容易に提供されることを可能にした。 モンマス及び周辺の手編み校による帽子工場は15世紀までには十分発達し、その頃の裁判記録からは、キャバーという名字が町でありふれたものだったことがわかる。帽子職人や手編み校は一般に男であり、職工ギルドに所属し、親方評議会から監督されていたかもしれない。モンマス帽の商いは帽子職人の町として一時は知られたオーバーモノー地域で、 特に活発だったと考えられる。しかしモンマスでのペスト化の後、いずれかの時点で多くの商いはウスターシャーのビュードリーに移ったことが古物研究の事例から伺える。16世紀の製品として唯一現存するモンマス棒この帽子が最も流行したのは15世紀から16世紀にかけてである。モンマス棒は当時の兵士、水夫、労働者たちにとって 筆形のアイテムとなり、こうむるのが当たり前とみなされるほど、広く使われた。19世紀の百科事典によると、一時は、イングランド及び、ウェールズ住人のかなりの割合によって使われた。1488年の防止条例は、イングランド国内での外国製防止の着用を禁じ、その罰金を定めた。さらに、エリザベス一世の治世、1571年の、 条例は次のように定めている。すなわち、イングランドの市町、村ブラクに住む6歳以上のすべては、祝祭日に、イングランドで編まれ、仕上げられたウール製帽子を被らなければならない。すなわち、我が国で作られ、指定の帽子製造業者が仕上げたものでなくてはならず、違反した場合その1日につき3シリング4ペンスの罰金を課す。この法律は、 国内製造業の保護を目的としたものだが、背景には、モンマスボーの流行が廃れ、外国製の新しい帽子にとって変わられようとする事情があった。この法律は、実効性がないとして1597年に、廃された。知られる限り最も古い、モンマスボーの記録は1576年、グッドリッチ城のギルバートタルボットから、父のシュルーズベリー白ジョージタルボットに当てた。 新年の贈り物の帽子に添えられた書状である。その頃までには、この帽子は、呼び名が付けられるほどに普及し、貴族同士の贈り物にふさわしいとみなされていた。ヘンリー五世は、モンマスの生まれだが、シェイクスピアが1599年に書いた、ヘンリー五世には、モンマス帽に触れた下りがある。フルーエリン、誠に、陛下の行事への通りです。 もし陛下がご記憶であられましゆるならば、その時我がウェール寺の一体は、ニラ畑で立派な功績をあげました。もんま主婦にニラをつけましてな、陛下にご承知いただきたいのでありましゆが、ニラは今日に至るまでその時の功績の名誉の印となっちょります。陛下も聖デービッドの日には堂々と帽子にニラをつけられる、ことと確信する次第です。シェイクスピア、ヘンリー五世。 第四幕第七場1620年代、マサチューセッツ湾植民地の出資者たちは、入植者たちの衣類の一部として、モンマス棒を注文している。ダニエル・デフォーは1712年の大英帝国全土旅行記で、主にオランダ人水夫が被むるものとして、モンマス棒を記している。ロシアのピョートル一世は、1697年に東インド会社で働いたおり、 モンマス棒をかぶっている。この絵はサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館に保存されている。モンマス棒はますますモンマス以外の土地で製造されるようになり、一般名詞化していった。コベントリーのような他の場所では違ったバリエーションの帽子が作られ、また似たような帽子は単にニッテッドキャップス、キルマーニックコールズ、スコッチボネッツ、ウォッチキャップスとも呼ばれる。 モンマス棒は数え切れないほど多量に生産されたが、それらは比較的安価で、糸がほどけやすかったため、現存するものは少ない。写真に示した濃茶色の帽子は、その一例であり、感情の取っ手がつき、キメの荒い二層のウールからなっている。火炎の部分は、端を折り上げ編み込むことで仕上げてある。頂きに向けて、列ごとに編み目を減らしてゆき、頂きの編み目は六目となり、 そこにボタンが取り付けられている。どの帽子もフェルトで防水加工され、それによってサイズが縮んでいる。この帽子の中心から円までのサイズは12.7から15.24センチメートルといったところである。同様の帽子は歴史再演を行う組織が今も制作している。モンマスキャップと呼ばれる一角モンマスキャップインはアバーガベニーとヘレホードを結ぶ。 主要道 A465 ロード沿い、モノウカワにメンススランギアにあった、コーチング院である。モノウカワは、ヘルフォードシャーとモンマスシャーの境にあたる。この宿は、ケントチャーチの地主の辞書であり、招集動員の廃墟に隣接していた。宿はもうなくなったが、その名は、地名として残っている。ありがとうございます。